キャンパス OJT ハードウェアコースの佐藤圭一です。僕は分身カメラというタイトルで自由課題を制作しました。コロナ禍で友達を家に呼んで遊ぶということができない状況の中、自分自身が分身することで複数人でしか実現できないことを一人でできるのではないかと気づき、これを機会に FPGA で実装しようと思ったのがきっかけです。デモをご覧ください。マウスのホイールをクリックすることでカメラが動作を開始します。マウスをクリックしてからカメラが録画を開始するまでの間で5秒間の準備期間を設けており、それが終わってから録画が開始します。5秒間の録画が完了すると実際に分身することができます。録画終了後にマウスのホイールをクリックすると、録画をもう一度最初からスタートすることができます。マウスを左クリックすることで、モノクロ画像での録画に切り替えることもできます。次に分身カメラの仕組みを説明します。分身は画像の合成ではなく、2つの映像をフレームを交互に切り替えて表示することによって実現しています。FPGA のメモリ上に5秒間の録画で取得した150枚のフレームを保存するための領域と、リアルタイムのカメラ入力を上書きしながら保存しておく1画面分の領域を用意し、録画した150枚の画像の間にリアルタイムのカメラ入力画像を差し込んでいます。フレームの切り替えに要する時間は30分の1秒となっているので、一般の人間にとってはフレームの切り替わりを認識することができず、あたかも連続した一つの映像内で一人の人間が分身しているように見えるというのが分身カメラの仕組みです。回路概要です。ハード側では表示回路とキャプチャ回路をほぼそのまま使用しています。YUV から RGB への色変換の部分で、モノクロとカラーを切り替える変数を用意し、AXI バス経由でソフトウェアから操作できるようにしています。分身カメラの説明は以上です。